どうもカマスです。今回はアディダスプレデターフリークプラスを履いてみたいと思います。今回買ったプレデターフリークプラスはアディダス公式で 38,500 円で購入したんですが、今こちらのプレデターフリークプラスは新カラーが発売されて、このカラーが約 30% オフの約 26,950 円で販売されています。まあ、他のスパイク同様、まあ、何色かカラーが展開されていて、同じモデルでも新しいカラーが発売されると値下げされて販売されます。アディダスプレデターフリークを実際に履いている選手は、こちらのフリークプラスがデリー・アリー選手、ドンナルンマ選手、テルシュテーゲン選手がプレデターフリークプラスを履いています。こちらの紐のあるタイプのポイント1のハイカットを履いている選手は、ポグバ選手、ファビーニョ選手が実際に履いています。ポイント1のハイカットじゃない、ローカットを履いている選手は、アラバ選手、チアゴ・アルカンタラ選手、ラティッチ選手がいます。またポグバ選手はこちらのフリークプラスと紐のあるタイプ、ポイント1のハイカット、ローカット、それぞれ3種類を、まあ、試合や、まあ、ピッチコンディションに分けて履き分けています。また、まあ、現役を引退していますが、ベッカム選手もプレデターを、まあ、ずっと愛用されていて、最近も自身とクラブのマイアミでの練習で1個前のプレデターミューテーターを履いているのを見ました。前作のこちらプレデターミューテータープラスからいくつか変更がされています。デザインや履き口、ヒール部分、デーモンスキンなどが、まあ、変更されているみたいです。またアディダス公式サイトにはこのように紹介されています。高精度のボールコントロールをもたらすレースレススパイク、スムースな足入れと足とスパイクの一体感を高める2ピース構造の履き口、シューレースをなくしスイートスポットを広くしたデーモンスキンアッパーが精度の高いボールコントロールに貢献、足を包み込むアディダスプライムニットアッパーの履き口、サポート力のあるソックス構造、スイートスポットにデーモンスキンラバー 2.0、 スプリットアウトソールが天然芝のピッチで敵を翻弄するアジリティを生み出す。まず前作のプレデターミューテーターから採用されたデーモンスキンは、こちらのラバースパイクの形状や大きさが多少変わり、ラバースパイクの数がミューテーターが406個、こちらのフリークプラスが225個と減らされています。ラバースパイクが減らされたデーモンスキンは、個人的には減らされたことによってこちらのアッパー素材が、まあ、ミューテータープラスより、まあ、接着されている面積が、まあ、少ないため、この前足部のアッパー素材が柔らかいように感じます。まあ、しなやかで、まあ、非常に快適に履きやすくなったんじゃないかなと思います。レースレース構造でアディダスプライムニットとデーモンスキンを用いたアッパーは、まあ、キックだけでなくボールコントロールやボール運びなどでも、まあ、良さを感じました。またミューテーターにはなかったこちらのインステップ部分のアディダスプライムニット部分にも、こちらのラバースパイクが付けられています。伸縮性のあるアディダスプライムニットの履き口はスムーズに足入れができ、ミューテーターと違ってシューレース部分とヒル部分を分けた2ピース構造になっていて、この2ピース構造への進化は個人的には一番、まあ、大きいというか、まあ、ありがたい変化かなと思っていて、前作のミューテータープラスで感じていた、まあ、靴の中で足がぶれるように感じていたり、まあ、かかとが少し浮いてしまっているような感じがしていたのは、2ピース構造にすることによって履いてみた感じなくなっていました。2ピースになったシューレース部分のプライムニットが足首の前の部分をホールドして後ろに押し、ヒールカウンターにかかとを固定してくれます。そのため、まあ、かかとのズレや、まあ、浮きが、まあ、あまり感じなくなったのではないかなと思います。これはメネシス19プラスで採用されていたものに似ているような感じがします。新しくなったヒール構造はこちらのヒール部分がかなり高く設計されていて、正直履いてみて
ここまで高くするメリットは、まあ、あまり今のところ感じられませんでしたが、まあ、このかかと部分が若干隙間ができているように見えたと思いますが、まあ、ヒール自体はまあしっかり固定されていて、まあ、別に違和感はありませんでした。まあ、もしかしたらゲーム中に後ろからのチャージなどによるアキレス部分を守ってくれる役割は、まあ、あるんじゃないかなと思います。まあ、正直このヒール部分があることによって、まあ、靴べらのような感じで、まあ、とても履きやすいという、まあ、印象はありました。アウトソールはミューテーター同様2部構造のスプリット型のコントロールフレームアウトソールを採用し、FG モデルでトラクションスタッドが天然芝をしっかりとつかみ、プレミア素材で重さを減らし優れたトラクションを提供しながら鋭いターンやカットが可能になっています。アディダスプレデターフリークは今回紹介したこちらのフリークプラスとこちらの紐のあるタイプのポイント1、ハイカット、ローカット、ポイント2、ポイント3などが今販売されています。実際に履いてみて、シューレース部分が2ピース構造になっているおかげでかかとがしっかりと固定されて足が靴の中でずれなかったりかかとが浮きづらくなったり、まあ、とても履きやすいなというふうに感じました。ラバースパイク感の間隔が広くなり、よりアッパー素材がしなやかに柔らかくなっているように感じました。個人的にはまあ X ゴーストほどではないですけど、どちらかというと X ゴーストポイント1のに近い薄さ、柔らかさじゃないかなというふうに思います。まあ、せっかくミューテータープラスと、プレデターフリックプラスがあるので、まあ、次回は切り比べや、まあ、履き比べをできたらいいなと思います。